皆さんこんにちは、ダイタラです。さあ、前回モナドが覚醒して白いフェイスがヒヨルンだと確定した後からです。以上のごとく皇太子メリアの即位は1年の服務の後とする。あら、なお玉座空位の間は皇太子殿下の采配により私が摂政としてその職権を行使するものである。しばらくお兄ちゃんがやってくれるってこと、仕事これに不服依存ありし者はこの場にて巨神の皆においてその旨を申し立てよ。まあ、お兄ちゃん有能そうやしな。おなしゃす。記録員、探求員、あら、共に全員一致で殿下のご裁定への賛成を決定いたしました。最小であるローランさん、なんか悪そうな顔してるのに結局悪いことしてなかったんかな。いいんだ諸君、諸教の指示に感謝する。あざす。じゃあ1年間メディアはどうする？ニートする、ニート。つきましては殿下、対鬼神会対策会議を開きたくここに進言いたします。鬼神会、あれだよね、鬼神会の進行に対して陛下がやられ、そして被害を受けたから反撃ってわけやね。要は対策会議か。確かに早急に防備を固める必要がある。防備の方なの、攻めないの？防備だけではございません。だよね。攻勢に出ると申すのか、この皇都復旧の折に。我が探求員に策がございますでも怪しいんだよなこの人たちも。なんだろうね、策って。あ、いつもの会議室ね、こここれ食堂かな、会議室っていうより。ここさ、パリピ、パリピリキ。みんなどうしたんだもん。バカンス行くも、今このね、仲間たちがみんなお通夜みたいになってるのは、まあパート1から見てる人だったら、まあパート1から見てる人しかいないと思うけど、わかると思うけど、ダンバンさんの妹ね。おっさんよ、さっき飯食ったばっかだろうが。いや、もう死んだと思った人が敵になってたわけだからね。半日くらいで悲しくなったりしないんだよ、俺たちホムスは。そうなのかも。ホムホムは我慢強いんだもん。リキ尊敬するもん。リキ腹減ってんのか。でもあなたたちの顔やっぱり気になるわ。ダンバンだって急に一人になりたいだなんてどこかに行ってしまうし。いや、そりゃそうでしょう。記憶もおそらくなくなってるよね、あの感じからして。反応しなかったし。あの鬼神兵の奏者のことであろう。メリアさん。メリア、もう大丈夫なのかい。外めっちゃ嵐や。大丈夫とは？父上のことなら心配は無用だ。私は進まねばならないのだろう。強いな。強いな、メリアは。かぶる。茶化すな。それより私たちにも話せないようなことなのか。いや、そんなことないけどさ。僕たちの幼馴染なんだ。コロニー内で鬼神兵に襲われて死んだと思ってた。いや、今のシーンなんかやっぱリマスターされたからさ、すっげえ昔に比べてグッとくるもんがあったんだよね。映像綺麗にしたらダメだよ悲しくなっちゃう、めちゃめちゃ。似てるだけでフィオルンじゃないのか。そうだよね、いろいろ考えちゃうよ、ね、もし彼女がフィオルンだとしたら、本当に辛いのは僕たちじゃない、ダンバンさんだ。ダンバンさん、そう、妹なのよね。どういうこと。フィオルンは妹なんだ、ダンバンの。そのフィオルンとやらシュルクの大切な人だったのだろうか。ミリエちゃん気になっちゃう、そういうとこ。大切、当たり前さ、俺たちはそのために旅をしてきたんだぜ。そう、復讐のためにな。
れがフィオルンなら、なぜ答えてくれなかったんだ。いろいろ気になるよね。鬼神兵は人ホムスを捕まえてモナドに対抗するためにフェイスを作り出した。そのためにやっぱ人を誘拐していたのかな、なんかわかんないけど、で改造してるのかな。フィオル、そうだ、ダンバンさんのところに行こう。ダンバンさんならどこおるんやろ。ダンバンさん、いきなりこの超辛い始まりやねんけど、さあとりあえずダンバンさん探しましょうか。どこおるんやろダンバンさん。さあムービー的には外か。さあダンバンさんは黄昏れてるね、バルコニーみたいなとこで。チュイス。この街緑もあって綺麗なんだけどね。ダンバンさん、探しましたよ。こんなところにいたんですね。シュルク、すまんな、みんなに心配かけたか。どっちかっていうと僕の方が。ん？みんなと一緒にいてフィオルンのことばかり考えている方が気を使わせちゃうみたいで。気を使わせる？ええ、フィオルンが僕たちのこと何もかも忘れてたのが。そういうことか。シルク、俺はなここで悲しんでいたわけじゃないんだ。ダンバンさん？ダンバンさん強すぎるよな。あいつが生きていたことを一人で喜んでいた。あら、ダンバンさん。ビオルンは俺が結構大きくなってから生まれた子だった。18と30だっけ、12歳差か。割とすぐに親父が鬼神兵にやられてしまったからな。俺は小さなあいつを守ってやらなきゃって自分が父親みたいに思ってた。羨ましかったですよ、フィオルンが。ね、そんなダンバーさんみたいなお兄ちゃんがいてね。そうだな、あの頃からずっと一緒にいてくれたんだったな。ね、俺はな、シルク。でもみんな裸っていうね。フィオルンを嫁にやるならお前しかいないと思ってた。ダンバーさん？なんでずっと一緒にって言うならラインだって。あ、でもなあいつはフィオルンには好かれんだろう。ひどいよ。そう、ダンバーさん。なんですか？そうらしい。ご飯作ってあげたりしてたもんね、シュルクに。俺なんか自分の昔を見てるみたいで嫌いじゃないんだけどな。いや、だからこそダメなのかもしれない。なあシュルク。ん？はい。失われた命は絶対に返ってこない。それに比べればどうってことないと思うんだよ、記憶がなくなるくらい。ダマさん、メンタルが強すぎる。そうか。そうですよね。記憶を失ったことを悲しむよりも生きてることを喜ぼうって。すごい考え方できるね、やっぱ。小さい頃から一緒に過ごしてきた時間はそんな簡単に消えるもんじゃない。もし記憶を失ったとしたって取り戻せばいい。力を貸してくれ。な、頼むぞ。いや、この主力たちの率いるパーティーにやっぱダンバンさんはね、やっぱ精神的支柱というかね、やっぱでっけえ存在だよね、やっぱ。はい、英雄だよ、英雄。よし、戻ろうか、みんなのところへ。声が優しいんだよ。気使ってるやろ、ダンバンさん、主力に。もう、うっす、帰ってきたよ。お、戻ったな。気持ちの整理はついたのか？ああ、心配かけたな。シュルクも平気か？うん、ダンバンさんと話してすっきりしたよ。ダンバンさんありがとう。そうか。で、どうすんのこれから俺たち。ぬ、こんにちは。シュルク殿、カリアン様がお呼びです。はい。お兄ちゃんね。何か起きたのかな？え、これって詰まるところあれだよね、多分。鬼神界侵攻作戦が
さあな、始まんじゃないの。言ってみればわかることだ。そこに協力してほしいとかじゃない、モナドを使って英雄のダンバーさんもいるしね今回。さあ越見の間がもうそこなんですけど、一体何言わされるんでしょうね本当。さあ越見の間です。カリアンさんお兄ちゃんね結構遠いなここ越見の間行くまでのね道が長いよね本当。方々、お呼び立てして申し訳ない。あ、いえいえ、どういたしまして。いえ、何か僕たちにお話があるとか。はい。私は皆さんにお詫びせねばならない。ん？ハイエンターの傲慢を。どうしたん急に。我々ハイエンターは鬼神から遠いという地の利と、そして先人が残した強固な防衛機構に安穏としていた。せやの、昔助けてくんなかった言ってたもんね。いや、しすぎていた。鬼神兵の信仰を下界の匙として座視していたのは誤りであったのだ。なるほどな。カリアン殿下、それじゃあ。ええ、これからは我らも共に鬼神界に立ち向かっていこうと思う。これでだいぶ防衛も楽になるんじゃないかな、巨神界全開で、全体でね。そして、お願いがあるのだ。なんすか？ホムス、ノポン、ハイエンターが手を取り合って旅している君たちの姿こそ、巨神界連合軍のあるべき姿。ほう。連合軍編成への準備として、ホムスやノポンとの橋渡しを頼みたい。え、なんかじゃあ、いろいろ伝えに行くってこと？いろんな人に。どうする？どうしました？シルク殿。できません。あの、少し考えさせてもらえませんか？シルクどうした急に。ほら。どうしたんだろう、シルク。急に。シルク殿は、我らに力は貸せぬとお考えなのだろうか。なんだろうね。兄上、そうではないのです。メリオ。シルクには、やらねばならないことがあるのです。先に復讐したいってことかな。ね、言い方は、ちょっとあれですが。シュルク、らしくないよ。カルナがちゃんと喋るの久々な気もしなくない？ごめん。うっす。別に責めてるわけじゃないって。フィオルンのことだろ、考えたいことって。うん。だよな。ハイエンターがホムスやノポンと手を取り合うのは、お前も願ってたことだもんな。でも今は別のこと考えられないっていう状況なんかな、どっちかというと。だけど、僕は。メリア来たで。行くがよい、シルク。え？メリア。私は陛下の父上の愛を信じられなかった。やっと気づいたのは父上が死ぬ間際だった。大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎる。そうであろう。先にありがとうメリア。僕決めたよ。僕はフィオルンを取り戻しに行く。じゃあ連合作戦はごめん、やっといてそっちでって感じ。え、フィオルン置いていくのこの流れ、やだよ。だがいいのか、俺が一人で探しに行った方が。ダンバーさん、一人じゃダメだよ。みんなに迷惑かけるわけにはいかん。僕は、僕自身がフィオルンを取り戻したいんです。シュル君、連合軍の方は任せておけよ、俺に。え、ライン？お前ほどうまくできないだろうけど、やってみる。え、ちょっと待って、チーム分かれんのこれって。俺にできるだけのことをさ。いや、それは私の役。メリア？ちょっと、分かれんのみんな。私は、ハイエンターとホムスの根結だ。皇太子であり、根結児である自分なら、きっと連合軍をまとめられる。メリア、それじゃあ。ああ。ない。私はこのコートに残る。やだ。お別れだな。あなた、それでいいの？一緒に復讐しに行かない？黒いやつ。もちろんだ。だが、その幼馴染を取り戻したら、すぐにまた戻ってきてくれ。待っているぞ。ありがとう、メリア。
マジか。ってことで、メディアと別れて、ね、旅するのかな、また、5人で。やっぱり、カリアン殿下に、ちゃんと話してきた方が良かったんじゃ。兄上なら分かってくれる。大丈夫な？それより、周りの重臣どもがうるさいことを言い出すかもしれんからな。早く行けってこと？面倒は少ない方が良い。そうか。じゃあ、行くね。ああ、さっさと用事を済ませて来い。手伝ってほしいことは山ほどあるぞ。いや、いい子だな。分かった。メディア落ち込んでるから、大人の女性である、で、ちょっと お姉ちゃんカルナが、なんなのだ、なんか言いに行ったね。あのさ、私あなたのこと応援してるからね。どういう意味だ。シュルクの望みを叶えるためにわざと離れるなんてなかなかできることじゃない。私は仲間として当然の。やっぱもう完全メディアで主力のこと気にしてるよね。でもね、覚えておいて、距離が離れるとやっぱり気持ちも遠くなりやすいの。それはピオルンって子を見つけたら、できるだけ早くあなたのところへ主力を連れていく。カルナ、ピオルンのこと知らないもんね。希望は捨てないでね。あ、そのありがとう。いや、そうやってメディアがシュルクのことに気がある前提でさっきの話を思い返すと、メディアはいい女だな。いい子だな。マジで。私はあなたのこと気に入ってるんだから。カルナもいい子やな。どうなるんでしょうね、この顛末。お兄ちゃん来たね、お兄ちゃん。兄上。やばい。待ってくれってなのかな。あれ。ご出立ですから、皆さん。これはご挨拶もなしに出て行こうとしてすみません。でも僕たち行かなきゃならないところがあるんです。すまん。なるほど。ですが、置き去りにされる我が妹は少々寂しそうで不憫ですな。私は皇太子としての義務を。ん？誰だ。メリアがもう一人？影武者か！違うもん！メリアちゃんと匂いが違うもん！匂いでわかんのかよ！鼻いいな、お前。ええ。妹にはもう少し、巨神界のことを勉強してきてもらわねばなりません。ってことは？皇太子としての公式行事をこなすため、このようなものを用意しました。ありがとうございます。兄上。まさかお兄ちゃん。お兄ちゃんめっちゃいい人やった。皇太子殿下、臣下として部をわきまえぬ非礼でありながら、お願いしたき義がございます。うん、申してみよう。シルク殿と共に皇都を襲撃した鬼神兵の追撃をお願いしたく存じます。復讐してきてってことかな。カリアン殿下。シルク殿、事情はすべて伺っております。今はお心のままに行動されてください。いいんすか。いつかまたお力を頼る日がきっと来るでしょう。了。殿下ありがとうございます。カリアン殿下もマジでいい人やった。あの王子様、いい人ばっかやん。ほんと、あれでもう少したくましかったらね。たくましかったらなんだよ。さあ、やったじゃん。よかったね。白銀の騎士兵は体験の警告の先に築かれた奴らの拠点、ガラハド要塞方面へ飛び去ったとの報告が入っています。どこだそこ。新しいとこかな。厳しい道中となるでしょうが、妹よろしくお願いします。わかりました。必ず無事にお連れします。摂政よ、そなたからの婚声心得た。シュルク殿と共に必ず果たしてまいろう。強烈にございます。僕も行こう。アルビース、嘘。え、仲間増えたよ。君がガラハド要塞に向かうには巨神の右腕バラク切断を抜けなければならない。え、バラク切断。
雪山ってことはモナドあったとこかな、もしかして。あそこは雪深い山脈だ。初めての人には越えるのはままならないだろうから。昔ホームズそこまで行ったの、もしかして。そうか、予言官殿は。よし、そうと決まったら違うとこかもしれんけどね。連合軍のことはお任せください。お願いします。今まで手を取り合うのに壁となっていたのは我らの傲慢さなのですから。できるだけ早く僕たちも合流します。早くね、フィオルン救ってからね。楽しみにしていますよ。それでは勇ましき者たちの旅立ちに我らの敬意を。なんだよ来た時とはえらく違う態度だな。ライン、そういうこと言わないの。そういうこと言わないの。ねえ行ってきますカリアンさん。よし行こう。メディアの影虫の人もしゃがんだらダメでしょ。はい、ということで、アルビースは一応ゲスト扱いなのかな。で、このメンツで冒険の旅にもう一回行きましょうって感じです。はっ、ちょっと待ってね。なんか今バッテンだな、ここね。スキルトラベルも何もできないので、ちょっとね、外まで行ってみましょうか。多分外行けばまたムービーがあるっぽいです。さあ、ここですね。外へ行くとなんか流れるかな。フィオルン側の情勢とか見たいな。アルビーセット。さあ次行くとこを教えてくれるのかな。ガラハド要塞へ行くには体験の警告を通らなくてはいけない。はい。コロニーシックスがあの状態じゃポットを打ち上げるわけにもいかないわね。ポット打ち上げたらいけんの。どうやって行くの。巨神の右腕から降りるのさ。はあ。巨神の右腕は鬼神の剣、つまり体験の警告を掴んでいるからね。腕から行く。そうか、剣って言ってたもんね。だから今頭にいるから今度は降りるのか。なるほど。はい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 。さっきも言った通り、右腕は雪深い山脈でね、一筋縄ではいかないよ。みんな準備はいいね。大丈夫です。てかコロニーシックスの復興もやんなきゃな。俺忘れてた。いい返事だ。どっかで集めとけな素材を。ん、右腕にはマクナ原生林経由で行く。あの短距離ポットに乗ってね。やい、短距離ポット。ほう、便利なもんがある。さあ行こうか。ショートカットが用意されてたね。ショートカット、飛空艇かなあれって。要はポットっていうけど、かっこいいね。はい、じゃあちょっと乗りましょうか。もうここへ。あ、でも今日なんか動画時間見たら会話だけでねめっちゃ時間使ってるから、ちょっと区切りしここまでにしとこうか。よーし。さあ今回はマジでストーリー会でした。でフィオルンが出てきてからのシュルクやダンバンさんの心情がね明らかになり、そしてねメリアの思いもね、なんかこのパートでは明らかになりましたね。新しくアルビースも仲間に加わり、今から行くのは巨神界から鬼神界への進行への作戦の第一歩なんかな。違うな。あの逆にね、あの攻め入る時ですね。もう一応白いフェイスの中にいるフィオルンを取り戻せるのか、黒いやつを倒せるのか、次回お楽しみに。また見てください。オスポヨ。